万人しとくか。あぶねえ。レッツゴー。エオノム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 ノトリカル5これはキルできんな。でリアクターかな。チャンスがなかなかないね。ほい。はい。はい。おお。イエス。おお。おお、平和。はい。まだ。よくね。右側、リアクター鳴ったじゃないですか、終盤。で、はい、右側に一体があるかなと思って、右側人通り見に行って、死体がなかったので、おそらくキルは発生していけないものであろうという予測のもと押してみました。素晴らしい。ありがとうございます。はい。はい、アドミン見てたんですけど、なんだっけ、エレクトリカル、なんか 5人閉じ込められてたのかな、多分。そうですね。停電、私が停電サイトで直したつもりだったんですけど、同期ずれかなんかなんかとかね、後から来た方がまた上げたり下げたりしたのか、なかなか直らなかったですね。あ、ね。まあ、特にアドミン、自分も序盤見てたけど、特になんか怪しいっていうのはなかったですね。そうですね。なんかあれですね、サボタージュはあったけれど犯行がないっていうのはなんかね、やろうと思ってもやれなかったんですかね。多分そうなんですかね。状況的に、ね、人集まりすぎちゃった。そうだから、一応序盤の動き言っとくと、O2 1ナビゲーション1カフェテリア1ストレージ1自分がアドミンエレクトリカル4か5みたいな感じなので、結構孤立、右側の人が孤立してたのにキルが発生しないってことは、エレクトリカルに行った人たちが結構狼に入れたのかなみたいにちょっと思ったくらいかなっていう。そんな風に思いましたね。その時ちなみに、はい、右側にいたのは、確認できたのは自分と黄色のアベレージさんが見ました、はい、僕もそれで会ってます。停電になった時にアベレージさん近かったんで死ぬかなと思ったんですけど、全然そうですね。そういう意味では僕もレプティンさん白かなって思ってます。で、あと僕と砂溜さんがそのアドミン情報を見たから、残りの5人がエレクトリカルかな、多分。そう、まあ、とはいえあくまでも推測なので、まあ、まあそうですね、全然誰が黒とか白とかっていうわけでは、現時点ではインポスターの方は自白していただいて戻って読みピー違う違う、本当にしろ。あ、現で読みピーさん結構広いですよ。ねえ、竹雄さん、リアクターになった時に読みピーさんとセットになった、2人きりになったんですけど、私殺さずにリアクターにまっすぐ行かれたので、はい、確かに。いや、私ゲンさんと一緒じゃなかったよ。じゃあミュートにします。えバイバイ。リアクターしょ、しっ
て。まあ、びっくりした。ですね、ナビゲーションの前で、竹雄さんが死にましたね。なるほど。ナビゲーションですね、あ、ちょっと砂田目線だと正直センターさんがやってるように見えてしまったかな。ああ、そうなんだ。一応ナビゲーションの、前の通路で、発見したんですけど、発見するときに砂田目さんが出てきたから、はい、誰か通りすがりでいるんだったらその人だし、いないんだったら砂溜さんかなと思っちゃうけど、あの3秒前ぐらいまで生きてる竹雄さんを見たっていう感じなんですよね。ほうほうほう。セキュリティにカメラ見た人はちょっと言ってほしいです。あ、僕ですね、わけです。はい、で私が多分あのナビゲーションの前で踊ってたと思うんですよね。はいはい、見てましたよ。はい、でナビゲーションの前で踊って、でナビゲーションに行ったら停電が起こったんですよね。うんうん、で停電が起こって、わ、停電直さなきゃぐらいの時にちょうど竹雄君が視界に入って、おそらく U ターンしたのと、あのシールドの方に向かって停電を直しに行ったのかなと思った瞬間に停電が明けて、たらレポートボタンが出たので、あれ、これコミュじゃなかったでしたっけ、コミュニケーションじゃなかったですか。停電じゃなかったね、コミュニケーションです、ね、コミュニケーション、あれ、うん、あれ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 、停電じゃなかったですよね。あの、ですね。あ、これ停電だと思ってやってたら相方が停電したパターンか、これ。あれれれれれれ。停電じゃない。いや、待ってください。あの、じゃあちょっとあの一応、まあ自分は白なので、あのセキュリティの前で、あ、ナビゲーションのカメラの前で踊った後に直後に竹雄さんを殺すのはあんまり。人狼っぽくない行動だと思っちゃったり、今日サイサイコバスだったらね、あの視界がだって狭くなるって分かるじゃないですか、停電だとすぐに、確かに、うん、じゃないっていうのは、あ、であれば本当に停電と勘違いしました。砂沢さん入れました。嘘、スキップ入れちゃった。ごめんなさい、本当に白なので、ちょっとあの後で見直します、ごめんなさい。現最速で停電直すので他の方ボタン押していただけますでしょうか。はい、コミね、コミね。直しました。めちゃめちゃ人来るやんと思いました。あれすみません、私より皆さん早かったです。はい、はい、一応カフェに、でボタン前対決したのが僕とおずさんかな。僕ですね、うん、直しに行ったのは赤のレプチンと残り全員ぐらいじゃないですか。多分みんな来たかも、うんうん、一応他の可能性も考えたいんですけど、うん、ね、そういう意味で言ったら、うん、安倍読みレプチンが、うん、リアクターからエレクトリカルでほぼ一緒に行動してるので、そうですね、うん、あと現ワッキーヨさんも無理です、はい、ロアエンジンとセキュリティでほぼ一緒でした。砂染さんなる直前まで、はい、言ってたのは、うん、あ、すいません、先端さんじゃないかって言ってたじゃないですか、うん、はい、うん、はい、なんでピンクの先端さんかオレンジの砂ザメさんかなぐらいじゃないですか。そこ、あ、一応御曹司さんってどこにいらっしゃったんですか。僕はリアクターからアッパー側回ってカフェの方のタスクをやりに、アッパーの辺でゲンさんとすれ違ってるって感じですかね、うん、あ、ゲンさんも見てるってことですか。じゃあ、ちょっと記憶はないですが、私がアッパー側から来たのは事実なので多分合ってると思います。あ、うん、じゃあ、はい、じゃあ大丈夫か。もう砂ザメさんで、うん、なんでローラーするかどうかですかね。さすがに停電勘違いは拾ったし、うん、でしかも全票入ってたっていうのをちょっと加味してほしいかな、はい、うんうん、あ、
そうだね、まあ無理に釣らなくてもいいんじゃないかなと。もしくはなんか短い期間で2キルとか起きたら検討でいいと思う、うん、そうですね、そうなったらそうですね、先端さん怪しいかなってありますね。はいはいはい、ペアとかっていりますかね、そしたら先端さんと誰かがみたいな。センターさん疑ってる方がおられれば、その方とペアでもいいかなと思います、うん、なるほど。おられなければフリーでもいいかなっていう感じです、はい、じゃあフリーで、フリーエージェントで、まあ、フリーエージェント自由だ、センターさん。タスクで勝てるでしょ、これは。まあまあまあ、平和に、ね、よし。ピッ、あー、大丈夫か。これはあっち、右に助かるよね、どうやら。これはギリギリまで我慢しよう。とりあえずついていこう。してんのかな。何してんだ。マキオさん何してんだ。死んでるね。どうすんとでいいや。危ねえ。危ねえ。待て、切り捨て。ああ、待て、切る。できないかな。間に合わないか。切り捨て、切り捨て。切り捨て、切り捨て。これあのすいません、僕が死体を発見したんですけど、あの、はい、アッパーエンジンに紫のヨミさんと黄色のアベレージさんの死体が2つボンボンってあったんですよ。同じところに、同じところってか全く知らないですけど、めちゃめちゃ近かったんですよ。これダブルキルじゃないですか、ワンちゃん。だって片方だけが死んでたらレポートするじゃないですか普通。でもほぼほぼ近い位置に2つの死体があったんですよ。
同時に同じ場所で起こったってことかじゃないのかなって思います。うん、で、あのちょっとその前になんですけど、あの直近の停電を直したのはゲンさん で、うん、で僕とゲンさんエレクトリカルあたりにいたじゃないですか。はい。でその後、ゲンさんあのセキュリティでカメラ見てましたよね。はい。で僕もそこにいて、であのその時にあのセキュリティの横の扉が閉まってたんで出れなくて、セキュリティに僕とゲンさん2人きりになってたんですけど、はい、その後あの扉が開いて、でアッパーエンジン行ったら2つの死体があったんですけど、うん、先端さんがあのロアエンジンで僕とゲンさんにすれ違ってるんですよね。そう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 、上から来たんですけど、先端さん死体見なかった。僕ストレージ側から行ってるからアッパーまで行ってないんですよね。ロア行った時に停電なったから、そっから向かったって感じだから、うん、他アッパーそのいつ死んだか結局分かんないんですよね。アッパー見た人とかいないんですかね。ゲンさんとレピさんも一切見てない。見てないですね。うんうん、うん、最初に行っただけで、うん、秋代さんはっていうか後半ら辺は僕カフェテリアずっといましたね。うん、一人でニキルしてると思いますけど、うん、一人で、ね、別に行けます、近くに死体があったのに。いや、だから見に来た人もワンキルしたパターンだと思います。うん、1分以上間に合わなかったのか。結構長かったんで。あぶねえ、そっか、一人だと思ってくれてんな、これ。いやー、ジジイ、あー、危ねえ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 、スナザメさん苦労で置いてしまった、これはきついわ。スナザメさん、スナザメさんごめんなさい。いや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 、申し訳ない。いや、俺はもっと早く殺してれば、どうして学ばれたんだろう。いや、なんかその、はい、ローラに持っていこうっていうとすげえインポスターっぽいなと思っちゃって。あー、停電だと思ったのはガチの勘違いってことですか。ガチの勘違いです。いやもうだってカメラついてて踊ってるって言われて、あ、これもう終わったなって思って。カメラ、だから私はどっちかっていうとその、その焼けくそになったインポスターが、うん、センターさんもつって、センターさんもつってっていう風に言ってるように多分ローラーだと思っちゃうので、多分私がすがるのってカメラの前で踊る理由がないの方が多分城を拾ってくれるかなっていうので、そっちの弁解に行ったんですよね。はい、なるほど。まあ、だけどちょっとそうだよ、ダブルキルだよな。でも多分それを我慢するしたんですよね、この狼のお二人は。ダブルキルだと思われないためにゆっくり殺したんです、ね、あ、そうだから僕、アッパーで死体アドミンで見て、アッパーで死体があるの分かったんで、アッパー行って門番してました、アッパーで。絶望してますよ、めっちゃ待ってた。あれ見えたでしょ、多分ヨミピー。レポートって思ったら、そう、危ねえと思って、なるほど、ギリギリ、うん。いやー、ちなみに人狼って誰だったんですか。僕、御曹司さんと先端さんで。ああ、なるほどっす、ね。アッパーで最初に殺したのが僕ですね。はい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 。なるほど。あ、でも、間違えてしまった。綺麗にやられちゃいました。申し訳ない。いや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 。いやいやいや、停電だと思っちゃったな。いや、めちゃくちゃ。いや、あの時はもうカメラの前で踊る理由を考えてが遺言だった気がする、正しい遺言は。あめっちゃね、あのインポスターだったら踊った後に一緒に映ってる人を殺すっていう結構のんきなことやってるから。自分はここにいるよって映った後に治療するって。私あのカメラの前で10秒ぐらい結構長い時間踊ってたんで。そんなに踊ってたのか。あの一瞬映ったじゃなくって、
あの、はい、ナビゲーションで私が死んだ時に絶対覚えてもらおうと思って10秒間ぐらい光ってる間踊ったんですよそんなに踊ってたんだっていうのを脇尾さんとくちゃんとその整合性が取れてれば、はい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 、もしかしたら城を拾ってもらえたのかな。脇尾、いやーいやじゃあ、ま、もう私が全て当てていかいやまあでも実際あの拾えないのはすごいわかります。私でも多分釣っちゃうので。めちゃくちゃラッキーさん、僕おいたけさんやりいいと思ったら砂鍋さんが速攻横から来てやばいこれ終わったと思っていや申し訳ない、もうな、いやいや初キルめちゃくちゃ我慢したからなんかやっぱり時系列がよく分かんなくなってね、うん、あ全然停電起こってないですね。今ちょっと見返してみたら何を思って停電と私は言ったんだ一体。矢印の向きとかですかね。ああ赤い矢印の向きがたまたま、うん、あのエレクトリカルっぽく見えちゃったとか、うん、それぐらい。もうあの時の記憶がそうかそれでも勘違いするかっていうのちょっと。あすいません、もう次で挽回をします、よしじゃあシャカリさんこれですか。お、あじゃあ部屋作り直しですかね。うん、いやをはい、了解です。はい。いや、めっちゃ緊張した。初手インポスター、めっちゃ緊張するじゃん。初手はきついですよね、インポスター毎回。ですよね。そうしさん、めっちゃ緊張されたんじゃないですか。いや、緊張しましたね。普段やり慣れてるメンバーだと、大体どういう風に動くかってわかるんですけど。ああ、確かに。今日あんまり初めての方多いんで、そもそも色と人がまず一致しないんで、誰が誰だっていうところでまず難しかった。うん、